じゃあオフェンスのまずフォーメーションの話ですね。基本的にこの5人のオフェンスライン、それからクォーターバック、それからランニングバックっていうのはもうほぼ固定で常にオフェンスにはいます。よりランを効果的に使いたければ大きい選手、ブロックできる選手をより多く置いて攻めてるというのもこれ一個考え方ですね。これはまあフルバック、ランニングバックを置いて大抵の蓋を置いて、とにかくあのランが多いと想定されるオフェンスなので、当然ディフェンスもボールの近くにもともと集まってきますよと。まあ当たり前ですけどパス投げないオフェンスは基本的にはあまりないので、まあオーソドックスのところだとランニングバック2人、タイテンド1人、これがですね、まあ非常にバランスの取れたフォーメーションかなと思いつつも、まあ全体的にこれでもランの確率が非常に高いフォーメーションと考えています。今オーソドックスな形としてはタイテンド1人、ランニングバック1人、オートマチックでワイドレシーバーこう3人になるということですね。で QB が直接センターからボールを受けるフォーメーションもあれば、 QB が元からセンターから離れててショットガンということですね。相手の裏をつく短いパスのことをスクリーンプレーと言います。例えばサーダウンで残り10ヤードですよと言うと、多くのディフェンスの選手はまあ思うのはパスですよね。そうするとこの人たちですね、ランプレーよりも QB サックしたいよね、ガンガン突っ込んでいます。じゃあそういった時に何をするかというと、レシーバーもはいパス投げますよっつうと、まあこの人たちもおおそこそこロングパスかっつって、ガンガン下がるわけです。こうするとここにものすごくスペースができるんですよね。こうやってラッシュしていきます。キュービーはプレッシャーを受けると、こういったところにランニングバックがひょろって出てですね、このラッシュが届く前にこの人にファッと投げてブロッカーになるんですね。でこういうのを、まあ、ここにスクリーンができるようなので、スクリーンパスというような形で呼んだりします。最近はですね、レシーバーのスクリーンパスっていうのも実は増えてきてて、このシチュエーションパスだよねっていうふうに思わせた時に、このレシーバーにパス行くよって見せかけて戻って短いパスを投げるんですね。でこれに対してこういう人たちがラッシュしてくるんで、同じような発想でこういう人たちがブロックすることで短いパスで取ってから走らせると、一概にランニングバックだけじゃなくてレシーバーも短いパス、いやスクリメージラインより手前のパスですねを通してブロッカーを使って取った後に走らせるとっていうのをスクリーンプレーと言います。で最近のトレンドとしては一人この選手をあえてブロックしないで、この選手がランニングバックを追っかけていったら QB は抜いて走っちゃうと、 QB を守りに来たらランニングバックに渡そうというプレーです。これオプションって言うんですけどね。なのでこの人を見ながらこの人にボールを渡すのか自分が走るのかと決めるようなプレーもできたりする。このオフェンスラインと対点ですね、この辺たちはまあインサイドゾーン食いましょうと、そうすると6人のブロッカーに対して、まあ、この人が仮に中に入ったとしても 1,2,3,4,5,6 対6なんですね。つまりイーブンの場合はオフェンスが強いですよと。でこの人の動きを見てボールを渡すか QB が走るかということを決めてましょうというのをさっきオプションプレーって言ったんですね。じゃあ仮にもう一人オプションしようよと、この人がいやランだなと思ってランプレーに思いっきり食いついてきましたよっていうと、ここは2対1でオフェンス有利なんです。じゃあ5ヤード走らせようと、いや待てよと、こいつはこっちに来てるしランニングバックを追っかけてるし、この選手もランニングバックに反抗してる、いやいやここスカスカじゃんと、でオフェンスやディフェンスで2対1になってるっつうんだったら、いや抜いて俺走ろうと思ったけどやっぱパス投げちゃおうっつって相手レシーバー投げた、これ簡単に5ヤード取れるですね。いやーでもこれさっきこれやられたら今度はこいつが行かなくなるんですね。こうやってそうすると、ああ来ねえから、じゃあね QB も見てるしランニングバックにボール渡しようっていうと、ここなんと6対5になってる、絶対的オフェンス有利なんですよ。だからランもあるよパスもあるよ常に選択してますよっていうことで言うと、まあ、この今ランパスオプションっていうのが非常にトレンドです。